こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2024年の7月7日、七夕でしたね。はい。1時間ほど過ぎましたが、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 57.6 ということで、まあ一瞬ね、この暴落の後に、60まで行ってたんですけど、まあ今日はいいとこなしですね。ここ60台。はい。で、57まで落ちてきたということですね。まあ月曜からの動きに期待ですね。ではツイッター見ていきます。はい、今日ちょっとニュースがね、都知事選ばっかりで、はい、ちょっと一つ拾いますけど、庵野氏が5位に食い込んだということで、まあ、AI を、ね、駆使していた方ですごいなと思って見てたんですけど、それなかなか前線だったと思いますね、この人たちに並んでということであれば。はい、で、まあ、いろいろあのツールを残していってくれたんでね、はい、まあ、小池さんになっても使っててくれればいいなと思いますし、私もちょっとね、勉強になったなと思ってよかったです。はい、で、さすが現職、開票率ゼロでも勝ちが決まってる、やる意味なかったら全部茶番だぜということで、まあちょっと実態はね、わかりませんけど、まあとにかくこういう不信感をなくすために、やっぱブロックチェーン投票みたいなやつをね、まあ早く導入してほしいなと思いますね。もうこのやり方、何十年、ね、あるいは何百年かわからないけど、やってるんですもんね。本当にね、ちょっとやり方をアップデートをしないといけないと思いますけど。はい、カルダの信者さん、価格が下がっている時だからこそ、こういうポジティブなニュースで妄想を膨らませておきます。とカルダのイーサリアムと時価総額に匹敵した場合、どこまで上昇するか。はい、カルダのはエイダがイーサリアムの時価総額を獲得するという仮定のシナリオで、新しい歴史を楽しむことができます。最近ではカルダのは最も著名な暗号プロジェクトの中で最もパフォーマンスの低い暗号資産の一つです。昨日、エイダは2023年第4四半期に8ヶ月前に見られた価格水準である $0.321 をで新底を打ちました。落胆するパフォーマンスはエイダに限ったことではなく市場全体が弱気です。プレス時点でカルダのはわずか回復し $0.35 で取引されており、過去24時間で 7.5% 以上の価格上昇を示しています。エイダはこの価格で126億3000万ドル以上の時価総額を持っています。これに照らしてザ・クリプトベーシックはイーサリアムの現在の評価額と同様の上限に達するという仮定のシナリオでカルダの潜在的な価値を探ります。注目すべきはイーサリアムが最新の市場ダンプラウンドで、免れなかったことです。特にイーサリアムは 15% 以上暴落した後、$2,800のレンジを再び訪れました。アルトコイン市場のリーダーもわずかに回復し、プレス時には$3,000を超えて取引されています。この価値により時価総額は$3,620億を超えます。興味深いことに、イーサリアムは10番目に大きな暗号であるカルダの評価額の28倍以上の時価総額を誇っています。事実上、エイダはイーサリアムと同様の時価総額を達成するために 7265% 急騰する必要があります。カルダの約357億エイダトークンの供給量を考慮すると、3620億ドルの上限は資産の市場価格の 10.12 ドルに相当します。オープン AI のチャット GPT も、イーサリアムの上限が3620億で、カルダの価値が 10.1 ドルと正確に見積もられています。はい、ちょっとね、10.1 ドル。はい、10.1 ドルですね。160円ぐらいってことですよね。あ、違った。すみません。1600円ぐらいということですよね。はい、注目すべきはカルダノが21年9月に 3.1 ドルで史上最高値を記録したことです。基本的にカルダノ保有者はエイダがイーサリアムの時価総額を獲得するシナリオで新しい歴史を楽しむことになります。はい、でいつなりますかということですけど、エイダのこの野心的な10ドルの価格は来年までに達成可能になると予測しています。主に歴史的なパターンからインスピレーションを得ましたということですね。はい、来年までに、1600円ということでございます。はい、ムエンさんがリツイートしてくれてるですね。カルダノが CIP25 メタデータで重要なマイルストーンということで、はい、カルダノエイダは CIP25 メタデータを検証するためのプルタススクリプトを取得した後、重要なマイルストーンに到達しました。カルダノが NFT に革命をもたらす。はい、パイマースタジオの共同設立者であるセバスチャン氏は、本日 X でカルダノのマイルストーンを発表しました。
同氏は CIP25 メタデータを検証するためのカルダのプルダススクリプトが登場したと述べました。これはいくつかの利点をもたらすため、カルダのエコシステムにとって大きな問題です。この動きにより非代替性トークン NFT と自動マーケットメーカー AMM の組み合わせを特徴とするカルダのネットワークにより多くのユースケースが導入されます。この特定の機能はイーサリアム仮想マシン EVM が NFT、AMM を簡単に実現できないことを考えると大きなピボットですということで、イーサリアムができないことをできてますよということですよね。これはすごい。さらに CIP25 メタデータの検証により新しい相互運用性標準とより多くのオンチェーンゲームが促進されます。さらにエキサイティングなのはオープンソースであり、開発者がそれに付随する特典を非常に簡単に活用できるという事実です。通常カルダのブロックチェーン上のほとんどの NFT は CIP25 規格に準拠しています。特に CIP25 は NFT 情報をトランザクションメタデータでどのように定義するすべきかを示しています。これらの情報には名前、画像、URL、その他の詳細が含まれる場合があります。時間が経つにつれて、プルータスからのトランザクションメタデータへのアクセスに関する課題が発生しました。この挫折の結果、多くの分散型アプリケーション DApps はデータを参照することができませんでした。これはゲームなどのユースケースでは非常に制限されていました。カルダノの目標は、ユーザーの行動に基づいて動的に進化し、AM を介して良好な流動性で取引できる NFT を持つことです。さらに計画は中央集権的なサーバーからの貢献なしに、これらすべてを分散化された方法で達成することです。この要望からカルダノプルタススクリプトを使用した CIP25 メタデータの検証が行われました。はい、ちょっとチャット GPT にね、NFT と AMM が連携するとどんなことが可能になりますかとちょっと聞いてみました。NFT と AMM の連携により新たな可能性が広がります。以下にその具体的な例と可能性を示します。1、NFT の流動性向上。AMM は従来 DeFi におけるトークンの取引を効率化するために使用されてきました。これを NFT 市場に適用することで NFT の流動性が向上します。具体的には AMM が NFT の自動取引プールを提供し、NFT の売買をより迅速かつ効率的に行うことが可能になります。2、フラクショナル NFT の取引。AMM を利用して NFT をフラクショナル、分割し、分所有権をトークン化することができます。これにより、一つ高価な NFT を複数の所有者にが共有でき、多くの人々が高価な NFT に投資できるようになります。3. 動的な価格設定。AMM は需要と供給に基づいてトークンの価格を自動的に調整するため、NFT 市場でも同様の価格設定が可能になります。これにより NFT の価格がリアルタイムで変動し、市場の透明性が向上します。4. スワップトレンディング。NFT を他のトークンとスワップすることができ、AMM のプール内で NFT を担保にしてトークンを借りることも可能になります。これにより、NFT の保有者は資産を効率的に活用し、流動性を高めることができます。5. ロイヤルティと報酬の自動化。NFT と AMM の連携により、アーティストやクリエイターが二次市場での売買時に自動的にロイヤルティを受け取る仕組みが構築できます。また、特定のプールへの流動性提供者に対する報酬も自動化できます。6. ガバナンスとコミュニティのエンゲージメント。AMM のガバナンストークンを利用して NFT の所有者やコミュニティメンバーがプラットフォームの意思決定に参加できるようにすることが可能です。これにより、コミュニティ主導のプロジェクトや NFT プロエコシステムが形成されます。で、具体例ですね。ユニスワップやスシスワップのような AMM プラットフォームの NFT 市場への拡張。ユニスワップ V3 では流動性プロバイダーが NFT として提供するポジションをトークン化し、それを取引可能にしています。これにより流動性提供の仕組みがより柔軟になります。NFTX。NFTX は AMM を利用して NFT をインデックスファンドとして扱うプラットフォームです。これにより特定のカテゴリーやコレクションの NFT をまとめて取引することが可能になります。NFT と AM の連携により、NFT の流動性向上、フラクショナル化、動的な価格設定、スワッププレンディングの実施、ロイヤルティと報酬の自動化、そしてガバナンスとコミュニティエンゲージメントの向上が期待されます。これらの機能により、NFT 市場はさらに活発化し、多様な利用ケースが生まれるでしょうということで、非常にわかりやすいし、実際にね、これだと、ユースケースがどんどん増えそうな気がしますよね。はい、素晴らしいなと思います。期待します。
はい、では値段に戻りまして、57.65円ですね。はい、14,012.9×57.65 で、元本が10万円ですので、計算しますと、はい、707,844円のプラスということになりまして、はい、7.08% のプラスと、すみません、708%のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。